はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、どうも、ハイチです。こんなね、顔出してこのチャンネルで喋ることはほぼほぼないんですけど、急遽ね、撮っております。センター試験受けられた方お疲れ様でした。終わった後にですね、たくさんの、できたできなかったという連絡をいただきまして、まあ9割方、8割9割かなは、きつかったという、もう終わったと、人生終わったみたいなメールとかコメントとかいただいておりまして、それについて少し励ますつもりはとかではないんですけど、まあ、ちょっと話していこうかなと思います。で、まあ、自分の失敗談とか自分の話を少し先にしていいですか。自分はまあ現役の時にセンター受けて、まあ、今とちょっと制度とか違いますけど、科目とかが多分ね違うんですけど、まあギリギリ自分が目指した、自分東京学芸大学を一応目指してて、その時に、で、そこの、まあ、ギリギリラインは乗ったんですよ。センターでこれだけ取りたいなっていうところは乗ったんで、まあ、センター自体はまあ良かったんですけど、なんとかなったかなっていう、なんとか踏ん張ったかなぐらいだった。で、その後に、私立3つ受けて、受けたのが、知ってるかな、まあ、文教大ってわかるかな、文教大学、東京理科、早稲田受けたんですよ。で、早稲田に関しては、もうほぼほぼもう無理だった、分かってたから、まあ、記念受験みたいな感じ。まあ、今思ったらね、その親にお金出してもらってさ、記念受験っていうのもどうかなと思うんだけど、でもまあその3つを受けたの。で、文教と東京理科は受かると思ってたの。そう。で、そこでまあリズムとかも、なんだろうな、勢いをつけてさ、で、学芸大の前期、まあ後期もありますけど、前期行って受かったろうと思ってたわけですよ。で、確か当時ね、ちょっと記憶が若干曖昧なんですけど、あ、じゃあ、先に言うと、私立、三つその受けて、全部落ちたんです。そう。で、あのね、もともと、うち、まあ、あんまり、お金がない、家というか、裕福じゃなかったから、こう、大学に行かせてくれる条件が二つあって、国公立で家から通うことっていう、この二個が条件だったの。大学進学させてもらう条件がね。だから、私立は受かっても、行くことはできなかったの。そう。でも、まあ、こうなんだろうな、場を離れというか、したかったから、受けさせてもらったんだけど。で、まあ、文教と東京理科は、東京理科はね、ちょっとギリなとこもあったんですけど、まあ、でも、行けっかなと。引っかかるだろうと思って受けたらさ、まあ、まず文教が落ちたんだよね、先に。焦ったよね、文教落ちた時は。そう、当時は行けると思ってた。そう、A 判定もらったし。そう。で、その後も全部落ちて、で、学芸大の俺、前期も落ちてるんですよ。そう。で、前期は確か当時2次の方が配点が高くって、ひわと割合がね。で、落ちてさ。いや、もうさ。で、結果から言えば、後期で受かったの。ね、最後の最後で引っかかったの。だからよかったけど、勉強に関しては、あれはノイローゼだったと思うんですけど、ちょっと汚い話してごめんね。あ、先にテロップ出してくね。汚い話入ります、みたいな。勉強時計座るじゃん。吐ききそうなるんだよね。問題見ると。下向くとさ。そう。っていう時期もあった。その、私立に落ち始めて国公立受けるぐらい前かな。そう。で、自分がさ、よく体調のことを言うじゃないですか。体調管理、体調管理って。これなんで言うかっていうと、俺、学芸の前期、熱出してて、そう。で、それ、まあ、それ言い訳じゃん。そんなんさ、もう、体調管理も実力のうちだから、言い訳は、言い訳になっちゃうんだけど、こんなん言うと。そう。すごい後悔したの。そのね、体調を整えなかったというか、そこで風邪をひいたことに。試験の時にやっぱり頭ポーッとするんだよね。だから出てこない。で、今でも忘れないけど、こう、問題あるじゃん。で、数学科、そう、数学科なんで、あと1個の回答がでかいんだよね。そう。すげえ長く書くからさ。で、簡単な問題、絶対いつもだったらできる問題が出てこなかった。で、パニクっちゃって、そこで。前期で。で、もうボロボロで、もう絶対に落ちたと思ったもん。終わった時に。てかもう受けてる時に落ちたと思った。終わったなって、後期だって。そう。で、まあ、こうやっていろいろ話してきましたけど、おそらく今ね、センターがうまくいかなくって、もう終わった。もう浪人だよ、浪人。みたいな。ふうに思ってる方もいれば、逆に、思ったよりできたりとか、まあ、目標通りできて、ちょっとこう、よしって。で、よしなとか、よし頑張ろうだったらいいんだけど、若干それが油断につながってる方も出てくるの。実際、受験の時って。センターってやっぱり大きな、比率、まあね、大学受験の中で大きなターニングポイントになるところだから、うまくいくと安心感出るんだよね、すごい。いいことなんだよ。いいことなんですけど、今するべきこと、みんなが、生徒、大学受験の子たちがするべきことっていうのは、過去を振り返ることじゃないから。これは、良かったことも、悪かったことも、両方ともね。そう。
メールね、いただく中で思うことですけど、過去っていうのは変わらないんですよ。絶対にどうあがいても変わんない。得点が上がることもなければ得点が下がることもない。だよね。それは事実として残るから。そう。でもさ、もちろんわかんないよ。そのね、7割取りたかった方が3割しか取れなかったと。そしたらもう4、5個変える必要があるだろうけど、もちろん。でも、例えばね、数パーセントとか、まあ1割かわかんないけど、2次でひっくり返せるとか、いう話だったら、腐ることないじゃん、そんなことで。そう。で、さっきも言ったように過去は変わらない。のね、どうあがいても。だったら、今から何をすべきかっていう。で、みんながするべきことは、もう、例えば私立、あと2次もそうですけど、に向けて対策を取ることだけなの。それに向けて、その本番で1点でも多く取るためには何をすべきなのかっていうのは、みんな自身、ここまで頑張ってきたみんな自身だったらわかるから。落ち着けば。よく見れば、今自分のこと。それを、もう諦めの気持ちとか、いうので、侵食されて心が。そうすると何も見えなくなっちゃうんでね。もう絶望で、心が全部いっぱいになっちゃうからさ。でも今日までっていうかさ、センターまでずっと頑張ってきたわけじゃん。きっと泣いた日もあったろうし、苦しんだ日もあったろうしさ、そう、めっちゃ悩んできたと思うの。受験勉強する中で。その期間が無駄になる。と思うんだよね。ここで諦めちゃったら。そう。厳しい戦いの方も多いと思います。はい。いらっしゃると思いますけど、ここまで頑張ってきたこと。頑張ってきたんだから、どういう厳しい立場にあっても、最後までね、やり抜いてほしい。です。自分は。はい。自分はね、運よくさっき言ったように学芸に後期で受かりましたけど、現役で。勝因が何だったかって言ったら、さっき言ったように、もうほんとノイローゼ気味で、本当に吐きそうって、まあ、言ってしまう、吐いてたんだよね、正直。もう勉強って、うってなるんだよ、気持ち悪くて。で、トイレ行って、みたいな。そんなんで勉強してましたけど、でも最後まで諦めなかったもん。絶対に。後期っていうチャンスがあるんだったら、いや、不安だったよ。だってこれ落ちたら浪人だし。私立先全部落ちたって言ったんですけど、センター利用で東京理科の違う学部受かってたの。でも、私立さっきも言ったように私立は行かせてもらえないって決まってたから、しかも、予備校もきついって言われてたんで、宅浪だったんでね。そう、自宅浪人だったの。もし受かってなければ。その最後のチャンスだったけど、絶対にやり抜こうと。もうだってさ、もし浪人、もうどうせ浪人になるんだろうなって思ってる方でも、今のその試験、ここをもうダメかもしんないって思いながらでも戦い抜いた方は浪人勝てるって。でもここで諦めちゃったら、その浪人の1年の生活もそういった気持ちで引きずるよ。そう。だからね、最後まで戦い抜いてほしいなっていうのを、本当はね、ダラダラジオみたいな感じでいいかなと思ったんですけど、これは顔出して喋るべきかなと思ってね、顔出しで、こんな感じでね、喋らせてもらいました。おそらくまあ、こういう話してね、はって思う方もいると思います。でも、まあ、伝わる方に何かがね、伝わったらいいなと思って、ね、喋らせていただきました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。あと、ほんと数ヶ月です。ね、大学受験の。まあ、ちょっと高校受験の方もそうですけど。不安な気持ち、諦めそうな気持ち、負の気持ちですよね。いっぱい出てきます。いっぱい出てきますけど、もう、前を見て進むしかないです。この時期は。はい。自分もそうやってやってきたし。ほんとね、いつもこういうこと喋ることとか、あとは応援することしか、ほんとできなくて申し訳ないと思うんですけど、心の底からね、応援させてもらいますんで。ぜひ頑張ってください。では、今回はこれで終わります。以上です。よいしょ。